はい、どうも渋谷です。栄冠ナインやっていきましょう。ちょっとやっと楽しいかなって思ってました。今更か、わかんないでやってたんだよ正直。ただだいぶ前よりは、なんとなく楽しめてます。はい、合宿、何してたっけ、ね、今何してたっけって思ってます。1日2日空くだけで今どういう状況ってなっちゃいますね。夏の予選終わってって感じか。だからあんまないんだな、多分今からね、ゴルフとかないと。でもなんかもうそろそろF ランクとかに上がりたいよな、やっぱ。変化が欲しい、正直。チームはもちろん強くはなってきてるんでしょうけど、とはいえね、4月、夏の甲子園出たいなぁ。140キロって結構壁なのかな、高校野球で。139キロぐらいまでばっかなんだよな。選手とかありますよね。あれがいないと分かってないけど、どこで現れる可能性があるの。調べる。あ、間違った。よし、ということで、これはいい練習だったんじゃない。だいぶモチベーション変わりますから、ジーッ、見栄え悪いですよ。早くエフになりたい。4500じゃダメだっけ、5000でしたっけ。なんだろう、もうそろ秋ぐらいに3年生卒業するのかな。占い師いたね、確かに OB。 よし、チームの未来のこと、いいことが起こるらしい、数日。あ、これでなんかやってくれてるってことね。なるほど。あ、じゃあもういろんな職業結構プラスに働くことあるよね。体力みんなない休ましたから、休ませてなかった。
誕生。先輩とかいるのか。いや急速上がらんな。あたり頼むぞ。転生選手とか気になったらテンション上がるな。愛になるのかな。出れないですよ。ありがとたぞ。大丈夫か。非常に不安です。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。